皆さんこんにちは、水おじさんです。今日の動画はですね、 iPhone 14 Pro を2台並べてロック画面の常時点灯のバッテリーテストをしていきたいと思います。左側の iPhone 14 Pro の方を常時点灯を、右側をオフにします。そして輝度の方はだいたい中間ぐらいで設定しています。これはですね、輝度の明るさがロック画面の明るさにも影響するためです。そしてここで常時表示を左側だけオンにしました。そして自動ロックはオフです。それからバッテリー最大容量の方を見ていきましょう。もちろんですが2台とも最大容量 100% ですね。 100% を確認しました。ここで履歴の確認をして設定を落としておきます。そして一応温度の方を測っておきます。左側が 31.8 度、右側が 30.5 度でした。多少差はありましたが誤差レベルと考えていいと思います。そしていよいよ準備ができたので両方ともロック画面をかけていきます。そしてケーブルを左側を抜いて右側も抜いて、いよいよスタートです。はい、ということで開始されましたが、どのように測っていくかをここで一旦説明させていただきます。画面は特に変わり映えしないので2時間ごとに計測していきます。それを12時間経過するまで確認していきます。ただしそれ以上測ることになるのですが、それもね途中含めてお話ししていきます。常時点灯の動きについてはですね、左側が常時点灯オンなんですけれども 1Hz で動いております。1秒間に1回だけの更新なので最小限の電力で動いているということになります。とはいえですね、ディスプレイがついているものとついていないものになりますので当然差が出てくると、この差気にしている人多いんじゃないでしょうか。私がですね検証していきますのでぜひ見ていってください。そしてもう一つ、バッテリーのパーセント表示をですねモザイクの方で隠させていただいてます。ちょっとね楽しみを作るために隠しております。ということで一気に飛ばして2時間経過のところから見ていきましょう。2時間経過したところで画面をタップしてですね表示をさせて、そこでコントロールセンターからバッテリーの確認をしていきます。そうするとこちら両方とも 100% です。2時間では全然差が出ないということになりました。温度の方も一応測ったらですね両方26.2 ということで変わらずでした。すでにね2時間で差が出ないんだったらいいんじゃないって思ってる方もね結構いるんじゃないかと思います。テンポよくいきましょう。4時間経過の方を見ていきます。さすがに4時間も経ったら差が出るんじゃないかという方、お楽しみタイム、こちらどのようになっているかというと、こちら初めて差が出ました。常時点灯オンの場合が 98%、 オフの場合は 100% となっております。4時間で 2% しか減らなかったと捉えるか、4時間で 2% も減ってしまったと捉えるか、このあたりは結構ね個人差がありそうです。そしてですね、今回4時間とか6時間とか測っていきますが、実際はポケットに入れてる間とかバッグに入れている間、 iPhone を伏せている間などは常時点灯は勝手にオフになります。このあたりの自動でオフになる仕組みはですね最後の方に解説いたしますが、現実的には iPhone を目の前に置いて表に向けている時間だけ常時点灯オンになっていると思ってください。今回は耐久テストですのでどんどん測っていきましょう。そしてそろそろね6時間経過の方を見ていきます。ということで6時間経過の結果を見ていきましょう。現実的にはですねこの6時間ぐらいが1日の間で常時点灯している時間じゃないかなと思いますが、結果としてはこちら 95% と 100% になってます。オフの方はなんと 100% なので、この 100% が何時間で崩れるかというところも見どころになってきました。ここからはテンポよく見ていきましょう。8時間経過の結果を見ていきます。8時間といえば学校や会社、いる時間がだいたい8時間なのではないでしょうか。こちらです。92% と 100% です。オフの方はまだ 100% を保っているので、オフの場合いかにバッテリーを使っていないかという優秀さをちょっと示しているような気もしてきました。ディスプレイがつかないとこんなに iPhone って持つんですね。それもすごいことです。ということで10時間が経過いたしました。10時間経過した結果はこちらです。オンが 90%、 オフが 100% ということで、10時間で 90% ということは1時間 1% という分かりやすい結果にオンの方はなりました。そしてオフの方は未だに 100% ということで、これはいつ 100% が崩れるんだというところをね楽しみにしながら見ていただければと思うんですが、ここでね当初の予定であった12時間が経過したところを見ていきましょう。最初の方にも言いましたが、なぜ12時間以上測ることになったのか、勘のいい方はそろそろ気づいているのではないでしょうか。ということで12時間の結果はですねこちら、オンが 86%、 オフが 99%、 ようやく 100% の壁が崩れました。なので単純計算にはなりますけれども、オフが 99%、 オンが 86% ということで、割合で見ると 1.1 倍から 1.2 倍くらいオフの方が持つということになります。
ということで12時間の計測でも一応減ったので結果は取れるんですが、この 1% だけの減りだとちょっとね分かりづらいんではないかというところもあったので、ここから24時間まで計測してみました。真ん中のストップウォッチがねなんと24時間を指しております。これはね私初めて見ました。一応ですね24時間の結果お見せしますけども、24時間もねこのスリープ状態ロック画面を常時点灯で表示しているということはほとんどないと思います。現実的ではないんですが、一応結果はこちら、オンが 69% オフが 94% ということで、こちら結果の方をまとめましたので見ていきましょう。はい、ということで24時間テストした結果のまとめになります。 iPhone 14 Pro 常時点灯で時間の方スタートから2時間4時間と2時間ずつ測って24時間まで、そして常時点灯オンとオフの結果になります。オンでもオフでも2時間は 100% を保っていて、4時間あたりから少し差が出てきました。98、95と差が出てきて、オフの場合が 100% を切ったのはなんと12時間後ということで、その時ね 86% と 99% なので、割合で言えばだいたい 1.2 倍くらいね常時点灯オフの方が持つかなと。さらに倍までね24時間まで測った場合は 69% と 94% ということで、本当にねオフ減らないですね。でこの割合で見ても 1.35 から 1.4 倍くらいですかね、 1.4 倍くらいは常時点灯の方が持つと思ってもらって間違いないと思います。一応グラフの方にしてみると、常時点灯オフがねずっと100なのでほとんど違いはないんですが、24時間後にはこのくらいの差ができるといった見方をしていただければと思います。で現実的なのは4時間から6時間ぐらいなのかなと思っております。それを考えると 2% か 5% の差、そんなに差がないのではないかなと思っております。なぜ現実的にはそのくらいなのという話なんですが、こちらですね、必要がない場合は自動で消灯しています。常時点灯をオンにしていても、この条件に当てはまる場合は勝手に消灯になってます。もちろんその条件から外れた時は常時点灯が再びオンになっています。でどういう時かというと、8個あるんですけれども、1つ目が iPhone の画面を伏せておいた時、2つ目が iPhone がポケットやカバンの中に入っている時、このパターンが日常では多いのではないかなと思っております。学校にいるとき、会社にいるとき、現場にいるとき、いろんなパターンあると思いますが、数時間はこっちのパターンかなと思っております。そして3つ目が寝てるとき、睡眠の集中モードがオンになっているとき、このときも消えております。で低電力モードでも消えていて、 iPhone がカープレイに接続されているときも消えています。で6つ目で連携カメラの使用時とあるんですが、これは Mac のですねサブカメラとして連携しているときですね。次の Mac の OS で俯瞰視点のねカメラとして使えるんですけれども、そういうときも常時点灯オフ。あと7つ目が iPhone をしばらく使っていないとき、これはですね iPhone が普段の利用状況のパターンを学習して勝手に消すことがあるそうです。この辺はだんだん分かってくるんだと思います。そして8個目、これはアプローチ持ってる人だけですけれども、ペアリングしたアプローチをユーザーが着用して iPhone から離れたことが検知されたとき、このときも自動消灯されます。でアプローチが再び iPhone に近づくと有効になるということで、意外にですね勝手に消えてるとき多いと思います。なので4時間から6時間ぐらいがね現実的ではないかというのは、こういった自動消灯の機能があるからでした。はい、いかがだったでしょうか。いい検証結果が得られたと思います。常時点灯オンの方が確かにバッテリーの減りは早いんですが、私としてはプロにしかないこの機能をたくさん楽しんでほしいと思っております。なのでオンを皆さんにお勧めしております。またこのチャンネルでは他にもたくさんの動画があります。明日誰かに話したくなる iPhone 14対応の iOS 16の新機能を解説している動画や、 iPhone 14シリーズを含む12、13、SE3 全てのバッテリーが尽きるまで8台同時に iPhone の耐久テストをしてみたの動画などたくさんありますので、見逃さないようにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。